ムッダイティーブーは、スリランカの北部州、ムッダイティーブー県の都市である。日本語では、ムッダイティーブーのほか、ムライティブとも言われる。ムッダイティーブー県の県都であり、スリランカの北東海岸に位置する。かつては、コロンボとジャフナを行き来する、小さな小船が怒りを下ろす港があっただけであったが、巨民の入植の結果20世紀初頭に町は大きく、成長した。 市内にある DS 事務所の周囲には多くの公的機関や学校が集まっている。1983年のスリランカ内戦勃発後は、ムッダイティブーは長らく、タミル・イーラム解放の虎の支配下にあった。この地には大きな軍事基地が置かれ、町は幾度もの戦いの舞台となった。また2004年のスマトラ島沖地震による津波では、 この地域も大きな被害を受けた。LTTE の支配は内戦が最終局面を迎えた2009年1月25日政府軍が攻勢により都市を LTTE から脱出するまで続いた。ウライティブ県及び霧ッ地県における基幹民生系回復コミュニティ強化支援事業外務省2021年1月13日閲覧 ありがとうございます。